プライベートの時は切り替える必要がありますよね。そうなった時にはオフっていうふうに言って、自分はオフモードに変えるっていう練習が必要じゃないでしょうか。結論から言うとね、持たない方がいいと思います。そんなに自分って器大きいのかみたいな、そういうふうに思うことができたらより楽になれますよね。皆さんこんにちは、本田健の人生相談ディア健、ナビゲーターの小林まどかです。健さん、今週もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて、健さんのあのジャック・キャンフィールドさんのリトリートに健さんが参加されたということで、これは6月ですかね、先月、行われたんですか、アメリカで。そうです、そうです。ね、あのジャック・キャンフィールドさんというと心のチキンスープのシリーズで、まあ、有名ですけれども、ベストセラー作家、そのジャック・キャンフィールドさんのリトリートということで、あの改めてどういう方なんでしょうか、ジャックさんは。ジャック・キャンフィールドさんはもともと高校の先生だったんですけど、その後そのセミナー、まあ、人材教育の、仕事をやるようになって、でそして、セルフイメージを高めるっていうことをですね、研究して、そういうセミナーやってた時にマーク・ビクター・ハンセンとい う, こうまたパワフルな人と知り合って、でこの2人でですね、心のチキンスープというシリーズを展開して、でこれがですね世界3億部ということで、ギネス記録にもなっている方なんですよね。でその後は、はい、あのまた人材教育の方で方面で活躍している方です。はい、あの現代はチキンスープフォーザソウルっていうものですよね、結構、はい、そうです、そうです、はい、あのこのジャック・キャンフィールドさんがリトリートっていうのは割とこう一般的に知られてるものなんですか。いやいや、もうすごいシークレットのやつなので年に1回開催されるんですかね、はい、もうすごいこうあのシークレットで20人とか30人だけやるやつなんですよ。じゃあそこに参加する権利がゲットできるだけでもラッキーですよね。そうですね、まあ、なかなかその大体情報が来ませんし、まあ、縁がある人っていうことなんですけど、まあ、そこそこそのなんて言うんでしょう、こう経営とかやってないと、あるいはある程度お金がないと参加できない金額だし、1週間っていう時間を取るので世界中からやっぱり来るんですよね。あのリトリートっていうと、まあ、いろんな、ね、方がされて、健さんご自身もされてますけれど、どういうことをその1週間でしてきたんですか。まあ、僕にとっては新しい本を出してそれを世界展開するってことと、あとはそこから自分が何をやりたいのかっていうことをその真剣にそのなんかやっていくっていう、そういうふうな、こうなんかビジョンを受け取るっていう、まあ、ビジョンクエストですよね。それをやりました。そうすると1週間って、まあ、それなりに長いと思うんですけれど、なんかこう机に向かって話を聞いてっていうセミナーのようなものとか、あるいはもっと自然の中でリラックスしてとか、どんなスタイルなんですか。そのナッシュビルの郊外にある豪邸 がね、一軒家でものすごい巨大なこう豪邸があって、でそこでそのセミナーをやるんですよね。ね、そこのリビングでやるんですけど、何十人かがそこで座って、普通にソファに座って、でそしてその、こうセミナー、まあ、セミナーというか何て言うんでしょうね、だから豪邸のご自宅でのリビングでなんかそのすごい先生の話を聞くっていう、まあ、よだれが垂れるようなそんな感じなんですけどね、僕からしたら。うん、じゃあ、例えばそういう健さんだったら今後の展開っていうことも含めて、その参加者みんなとの、そのシェアするとか、そういうこともあるんですか。そうそう、全体でやる時もありますし、5人のチームに分かれて、でそれでその3人のすごい先生が来てて、でその先生にいろんなアドバイスをもらうっていう、まあ、そういう感じのことをやったんですけどね。涙とかはありましたか。いや、もうそれは笑いもありましたし涙もありました。もう笑いはねちょっとついていけなかったところもあるけど、みんな超爆笑してるね、何がおかしいかわからないとか言って、で後で教えてもらって、でもジョークって説明されてもふーんみたいな感じで、もうなんかわからなかったみたいなのがあるんですけど、まあ泣くところはね結構ゆっくり話したりとかするから、それはやっぱ感動が伝わってくるし、
あの僕は一参加者として参加したんですけど、ものすごい良かったですね、やっぱり。じゃあその20人近くっていうことですけれど、うん、それこそ世界中から選ばれた人たちがそういうところに行っていて、ケンさんがあの人かって知ってるような例えば著名な方っていうのも参加されたりしてるんですか？そうですね、今回はあの実業家の人たちが多かったので、あのいわゆるこう著者とかそういう人はいなかったんですけど、まあ、それでもピザチェーンを経営してるとか、そのいろんな分野で活躍してる人が多かったですね。じゃあそういうところで1週間もいたらかなりこのつながりっていうのも深くなりそうですけれど、深い友達っていうのもできました、ケンさん。そう、やっぱりね、僕のセミナーでみんなめちゃくちゃ仲良くなって、うん、あの一生付き合っていくような人たちいるじゃないですか、はいはい、そういう感じで僕もみんなとすごいつながれたから、なんかこれって久しぶりで楽しいなっていうか、一参加者の気楽さとかね、なんかこうみんなの仲間意識みたいなのがあって、で最初その僕は有名だってことを知らない人たちが、大半で、2人か3人かだけ僕のことをあの YouTube で見たりだとかしてたんですよね。でその後であのだんだん僕がそういう活躍してるってことが分かったみたいで、あの人みたいな感じになってきて、最後はだからみんな2人で写真撮ってみたいなんでいっぱい写真撮ったんですけど、だからなんか最初は僕のことがよく分からないっていうか、日本から来たんだねって、なんかあの寿司好きだよみたいなところだったから、すごい普通に会えたんですよね。はいはい、うん、だからその、そういう意味でベストセラー作家だとかっていうふうに最初にしてなかったから、だからめちゃくちゃいい感じで友達になりましたね。確かに最初からそういう感じで来られると、ケンさん自身もちょっとなんかこう素の自分じゃない感じ、ちょっとそうだからね、ありますよね、うん、今の有名具合がちょうどいいな、これ以上有名になっちゃったらそういうわけにいかないだろうから、なんかあのちょうどよかったですね。すごい。じゃあケンさんご自身も改めて6月はそういう意味でご自身とも深く向き合われた時間だったんですね。そうですね、まあ、その後また次の週はそのハリウッドで収録されたとかして、まあ、それはちょっとセレブっぽい生き方というか、新しい動画を作ってって、また来年のそのネットフリックスにどういうショーをするとかしないとかっていう話をしてたので、だから前半は一参加者、後半はやっぱりちゃんとしたライフワークっていうので面白い2週間でしたね。すごい、なんか聞いててワクワクしてきちゃいますね。はい、はい、ありがとうございました。またね、はい、ありがとうございます。ケンさんご自身の、 あの個人として参加されたこともちょっとこの番組の中でも伺えたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。それでは本田健の人生相談ディアケン、今日も最後までお楽しみください。ありがとうございます。続いては人生相談のコーナーです。このコーナーではリスナーの方からの質問にケンさんに立体話法でお答えしていただきます。まずはラジオネーム千春さんです。ケンさん、こんにちは。こんにちは。私は仕事で部下のミスが目につくなど、他の人の荒探しばかりしているような節があります。仕事をミスを指摘するのは大切なことだと思いますが、プライベートでもどうしてこうなのと切れ気味で彼氏に突っかかってしまうことがあります。どうすればこの性格を直すことができますか？なんかこのどうなんでしょう、性格っていうのは自然になっちゃうものじゃないですかね。だからやっぱりこう世界に対してそういうスタンスで生きてるってことなんですよね、千春さんは。だからやっぱりそのプライベートの時は切り替える必要がありますよね。うん、だから普段はチェックモードだけど、仕事プライベートではオフにするっていう風にしないとやっぱり辛くなりますよね。ね、でもあのご自身でも分かってはいるけれども、そうやってあの、ね、プライベートでもどうしてこうなのよってしちゃうっていうことは、なんかもう常にそういうモードにいちゃってるっていう感じですよね。そうですね。なので その、そうなった時にはオフっていうふうに言って、自分はオフモードに変えるっていう練習が必要じゃないでしょうか。そうするとちょっとなんかこう違いますかね、そういう自分の中でのちょっとこうオフとかこうするだけでちょっとこうクールダウンしてきますかね。いや、そうしないとやっぱりなかなかね、人生楽しむことができなくなっちゃうんじゃないでしょうか。そうですよね。そうするとイライラいつも相手にされてると
なんかだんだん相手もきつくなってきちゃいますもんね。うん、そう思います。はい、ということで千春さんからの質問でした。ありがとうございました。続いてラジオネームゆうとさんです。けんさん、こんにちは。こんにちは。最近仕事でチームリーダーなどを任されることが増え、部下を率いて日々作業をしております。僕の悩みはリーダーとしての威厳を保つことです。昔からリーダー体質ではないので、どちらかというとサポートする側の性格でした。しかし仕事なので部下をまとめ上げ、きっちりした成果が求められます。幸い反抗的な部下などはいませんが、もしかして舐められてるのかなと感じるような言動が、見受けられることもあります。どうしたらリーダーの威厳を、保つことができるようになるでしょうか。はい、まあ、結論から言うとね、持たない方がいいと思います。あ、そうですか。うん、でこういうタイプの方っていうのは、ゆうとさんか、ゆうとさんはやっぱりその人に愛されてなんぼなんですよね。うん、だからそうやって舐められた発言されるってことは、すごくフレンドリーになってるってことじゃないですか。そうで、話しかけやすい。そうそう、それだけそうなってるわけだから、舐められてるっていう代わりに、そんなに自分って器大きいのかみたいな、そういうふうに思うことができたらより楽になれますよね。そうすると、このサポートする、あのどっちかっていうとそういう側の性格だっていうことで、あのビシバシのタイプではなくて、割とそういう、こう、うん、やんわり優しいふんわりみたいな感じの方だと思うんですけれども、じゃあ無理やりその自分を逆の方に持っていこうとしないで、今の状態のままで、リーダー的なものをしていけばいいということですか。うん、そうじゃないと、なんかそれで急に偉そうになってる、上から目線で言ったりとかしたら、その途端に心が離れていく可能性ありますからね。そうですよね。それまでそうじゃない、ゆうとさんを見つけてる人たちなのに、急に誰がリーダーだと思うみたいになったら、あ、この人はやっぱりそういう人なのかと思われちゃう可能性ありますよ。そうですよね。リーダーだって、うん、いろんな方、経営者だって含めていろんなタイプの方がいるわけですもんね。うん、だからリーダーだってことをみんな知ってるわけだから、はい、うん、だからそういうリーダーシップに徹するといいんじゃないでしょうか。うん、はい、わかりました、うん、ということで、ゆうとさんからの質問でした。ありがとうございました。ありがとうございました。以上、人生相談のコーナーでした。続いてはハッピーライブラリーのコーナーです。皆さんが人生を幸せに、より豊かに過ごせるための特別な一冊をご紹介しています。まずはリスナーの方からの特別な一冊ご紹介したいと思います。ラジオネームカールさんです。私のおすすめ本はレス・ギブリンさんの人望が集まる人の考え方という本です。当たり前と思う内容もありますが、意外と意識から抜けている人との付き合い方を再確認できる本でした。自らの言葉言動に対して意識を少し変えるだけで、より良い人間関係が築けることを学べましたということで、お送りいただきました。ありがとうございます。さあ、そしてケイさんの選ばれた一冊何でしょうか。はい、 NFT メタバース DAO で稼ぐという本で、加納俊彦さんという人が書かれた本です。はい、今回この本を選ばれたのは、きっかけは何かあったんですか。はい、あのこの加納俊彦さんとはもうずっと親しいんですけど、お金の専門家としてね、いろいろ、活動してるんですけど、この多くの人たちがなんとなくどっかこっかで聞いたことある NFT とかメタバースが、なんか新しいものみたいなのが、どういうふうな仕組みになってるのかっていうのが、初心者でも分かりやすい本なので、あ、こういうのが次に来そう、 YouTube の次にこういうのが来るのかみたいなのを知っておくのは、とってもいいんじゃないかなと思いますね。改めてこの時代のこの先を行く情報が得られるっていう感じですね。そしたら、そうですね、だからメタバースって聞いたことあるけど何なのみたいなのは、この一冊読めば大体、ああ、こういうことかっていうのは分かると思います。はい、ありがとうございます。このコーナーではあなたからのおすすめの一冊も募集しています。dearken@iuoffice.com までお送りください。以上、ハッピーライブラリーのコーナーでした。それではケンさん、今日の名言をお願いいたします。たとえすべてが失われようとも、まだ未来が残っている。クリスチャン・ボビー。
かそよ風が教えてくれた魔法の国サトゥーの話、そこでは誰もが魔法使いようにも不思議